第2クォーター開始。いけボーボルソーズ。これは青峰対ジェイソン・シルバー。俺とワンオンワンだ。どういうつもりだ。別にお前を選んだわけじゃねえ。誰でもいいんだよ。バカな。青峰さんが抜かれた。かなえ。追いついた。紫原な。へえ。出しただけでこれかよ。つくづく猿は貧弱で参るぜ。怪我しねえように気をつけてやらねえとな。もうせいちゃんが想定外の距離から追いつかれた。この瞬発力は。マジっすか。追いつけん。なんだよそれで全速力か。しょうがねえな。じゃあ指くわえてみてな。フリースローラインから飛んだ。しかもこれは、ボースハンドのウィンドミルダンク。なんだ今の。ありえねえ。人間技じゃねえよ。鏡君。ああ、レーンアップからのウィンドミル。あんな離れ技俺もやったことねえ。見たか猿ども、お前らには一生できない芸当だろ。努力なんかじゃ埋められない絶対的な力の差なんだよ。Vorpal Swords、タイムアウトです。さーて、やべえな。向こうもいよいよ本性を出してきやがった。紫原君、大丈夫ですか？余裕だけど。けどあいつムカつく。絶対ひねり潰してやる。今の5人はバランスはいいが、シルバーを止めるには血と馬力不足だ。メンツを変えるぞ。明石緑もアウト、黒子鏡いいんだ。ちょっとそれってさ。お、さすが察しがいいな。鏡を入れたインサイドを強めたのはそのためだ。キセ、明石の代わりにボール運びを。お前の器用さがあればできるだろう。いや、じゃなくて、あんなやつ俺一人でも。紫原、監督の指示に従え。お前一人では勝つのは無理だ。はあ？今はまだ。もし違うと思えば俺も反論する。だが今は監督の判断がベストだ。何より一人の勝利とチームの勝利、どちらが大事かなどもう痛いこと知っているだろう。